ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。今回のパート6、お楽しみいただいてますでしょうか。ありがとうございます。さて、これからのコーナーは懐かしい懐かしいミュージカル回転木馬、真帆しぶきさん、大原真澄さんのコンビで上演いたします。35年ぶりのそうなんです。でもちっとも変わらない、そのまんまの35年ぶりのメイン場面をどうぞ皆様ごゆっくりお楽しみくださいませ。ジュリー、ここにいたのか。俺はね、回転木馬の前で待っていたのよ、たった今まで。ジュリー、ジュリー、ビリー、もしあなたを愛してしまったら、あなたがどんな人でも構わない、たとえ死んでも構わない。その言葉は本当なのか。本当か、本当なのか。ジュリー、俺はお前を愛している。ジュリー、もし君を しております。さて、あのジュリーの大親友のキ
ャーリーは？私がキャリー・バーリッジ。ジュリーに恋人ができた。嬉しいわ。私にも恋人がいるのよ。名前はミスター・スノーさん。海の男なの。つまみてえ女がいるな。さあそんなこと言ってらんないんだ。俺たちは海の男だ。男は金儲けだ、金儲けだ。男は仕事だ。ブロー、はいブロー。なぜだ俺たちはクジラたり、なぜだ風よ吹け青い知らん。時間がないんだよ。まったく何やってんだとか言いながら、俺の女はどうしてんのか。あー、いい女がいないかな。あれ、スノー、スノー。おー、キャーリー。ジガーさん。何がジガーさんだよ。35年前
からおめえそんな顔してんじゃねえか。たまには俺と付き合えよ。おお、滑らかな。なんだんだよ。これは冗談だ冗談だよ。ほれ、スノーさんとうまくいってんのか。ではこのジガーがもっとうまくいくように教えてやろうじゃないか。教えて。まずもっとこちらへ泳ぎなさいお嬢さん。目をつぶって、そう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 、もっと近づいて、ほしほらほらほら、ああいい女だね。いい、おおお、これは失礼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 いたしました。ではこの僕が素敵なところへご案内しやしようか。はい、行くぞ。ほれ、えい、さあさあ、森の中、キャリーがよ、なんで、キャリーが危ねえから、ちくしょう、何言ってんだよ、おら、早くしろよ、邪魔しやがって、さかろう。何やってたの？護身術習ってたの？僕は海の仕事で忙しいんだから、心配してないで。分かった。また後で。スノー、スノー待って。ごめん。こうしてビリーは天国へ、ジュリーはかわいいルイーズという女の子を授かり、そしてビリーの思い出を抱いて、このルイーズの卒業式の日、この歌を歌います。そしてビリーも天国からほんの少しの時をいただいて、一緒に歌います。